すごい強い日差しですね。気持ちがいいです。今回もですね、前にネットフリックスに今ハマっていると言いました。その中で、ミニマリズムという、映画があるんですけども、そちらはまた第2弾としてですね、書き留めたいと思います。いや、光が綺麗ですね。今回はちょっとこちらラミースからで描いてみたいと思います。美しいですね。いや、こう見ているだけで非常に心地いいですね。先端の角度が非常に綺麗なんですよね。書いていてもここが一番目には映るので、ここのフォルムがすごく私にとっては大切なんですね。たまたま綺麗な光が入っていますので、すからも美しく、より美しく感じます。非常に静かな神の送り出しです。前回はですね、このミニマリズム、本当に大切なものっていうものを、絵を交えて描きました。それの続きになります。近くに筆頭を置いていますので、筆頭の音がしましたね。今回ちょっとこの辺ですね、外して書いてみたいと思います。体の声の聞き方、素敵な表現ですよね。片付けを始めるにつれ、犠牲にしていたものに気づく。なるほど。犠牲にしていたものに気づく。このことはもう非常に、こう聞くとですね、確かにそうだなと。人生、生きていて、いろんなことがありますけども、何か犠牲にしてもあるんではないかなと。して我々に集中する、常に一つの刺激から
次の刺激と、確かにそうですね。これはまあ一つ、例えばものを欲しいものがあって購入すると、何か一瞬満たされた感じ、また少し、自分に刺激があって何か変われたような気がします。だけどもまた次の刺激が欲しくなるということを言っていますね。文章ですね、書いて、そしてこうして少し考えたり、また自分に置き換えたり、想像したりという時間が非常に心地いい。これは我々は代償を払っていると、深刻な問題ですと。この深刻な問題っていうのに受け止めるかどうかっていうので、大きくまあ人生が変わってくるのかと思いますね。そういうことのメッセージの映画かなと思います。人はデバイスに釘付けになり、頭を使わずに SNS を更新、消費する方が簡単、これは今現状の世の中についてすごく大きなテーマでもあり、メッセージでもありますね。その簡単な方法を切ること、そしてその後にですね、ワンシーン、線香に火を灯すっていうシーンがあります。同じようにちょっとセッティングしてみたいと思います。おなじみの火場線香ですね。いい香りです。森林浴効果、美しいですね。
この煙を見ているだけでも心が落ち着きますよね。美しい。本当に全く違う時間が漂いますね。ずっと眺めていられますね、この煙の表情は。そして少しずつ灰が下に落ちてですね、時間を過ごす。スイッチをオフにする。今ですね、前までは毎朝やっていました。今はですね、時間がある時に、本当に数秒でもいいので、目を閉じて呼吸を意識するっていうことをしています。非常に大切なことかなと感じています。そしてこの映画でも言っているように、呼吸の感覚に気づくだけで満足できますと。日常生活をしていると、いろんな妨害がありますと。本当にこの煙は美しいですよね。